10月の18日、今日はキャベツの圃場に来ています。見ての通り、今ちょうど結球し始めているというところです。先日白菜の追肥と同じ日にキャベツも追肥を行いました。結構牛が食べてます。で、蝶々も、結構飛んでます。わかりますか、あそこにひらひらといっぱい飛んでます。ここにも青虫だと思いますけど食べられてます。これから結球して卵を大きくしていかなければいけないということで、消毒をちょっとこれからしてきれいな卵ができるように、殺虫剤の方はリーフガードという殺虫剤ありますので、それで、1500倍だったと思いますけど使用したいと思います。それから殺菌剤、やっぱりね、キャベツの病気がやっぱり悪い菌が出てくると、どんな感じになるかな、あ、これ角度だとか、こういう見えますか、こういうふうにこれ虫で食われてそれで病気になってくるということなんで、これなんか完全に病気です。それからここは残念ながらうんちをしてますヨトウムシかな、ちょっとその辺が分かりませんけど、今日はそういうことで殺菌剤と殺虫剤の散布を行って綺麗な玉が結球するようにしていきたいと思います。これね、穴だらけですけど綺麗な玉になります。この辺も穴たくさんありますけど、このまま消毒せずに育てていったらこのままですので、最低限の消毒をしていきたいと思います。先週から温度が5度ぐらい下がったのかな、一気に寒くなりました。これが初秋、向こう側が甘豊かという品種です。2種類の品種を植えてますので、柔らかさから言ったらあっちの甘豊かが柔らかいのかな、こっちはちょっと割とシャキッてしてる、キャベツになります。それではシグナム、それと、リーフガード、エイジメットのリーフ、これは液肥です。そして愛媛愛、これはいろんな菌が含まれている溶剤です。そしてカキ殻石灰と酢を1対1で、溶かして、ろ過した酢がありますので、それを、300倍ぐらいで入れて、同時に同粉で、殺虫殺菌追肥3つですね、行いたいと思います。それでは消毒の準備の方をちょっとして、それから同粉を持ってきて、ここの全体のキャベツを消毒していきたいと思います。家庭菜園でキャベツとか白菜作られてる方っていうのは、多くても10玉ぐらいだと思うんですよ。わざわざ同粉でなくてもジョロで千倍に溶かして上からさーっとかけてやるだけで十分です。わざわざ同粉を買う必要は全くありません。僕の場合はちょっとね、面積がちょっと広いので、同粉を使ってやっていますけど、家の前の、畑なんかはジョロで溶かして5リッターとか10リッターか作って、でこう消毒をするっていうやり方をしてますので、わざわざ高価な西洋式の同粉なんか買う必要は全くありませんので、キャベツの植え付け、それから白菜の植え付け20以内であればもう
ジョロで十分だと思います。その代わり、必ず水道水を使ってください。用水とか使うと、やっぱり薬の効能がちょっと弱くなるというふうに聞いておりますので、その辺だけ注意してやっていただければなというふうに思います。それではちょっと今から調合の方を進めていきたいと思います。リーフガードを 7g、シグナム 7g で、希釈が1500倍になります。計量器でね、だいたい本当は 6.6 なんですけど、まあ 7g でいいと思います。で、一回仮容器に溶かして、それから道具に入れます。OK です。愛媛アイトスと、液肥はもう入れました。1000倍500 1000倍かな、それぐらいで入れてます。それでは準備ができましたので消毒の方を始めたいと思います。消毒、それから追肥が終わりました。この辺のキャベツもう巻いてました。びっくりだ。これもう巻いてます。ここも巻いてました。ちょっと苗作りが下手くそだったんで、やっぱり成長にムラができてたということです。この辺はまだちっちゃいんですよね。その辺をちょっと今後解決していかなければいけないということで、今キャベツの種まきで苗を丈夫に作るにはどうしたらいいのかというテーマで今検証してます。今のところイネ科、ケイ酸カルシウムで覆土するとしっかりとした苗ができるみたいです。来年の収穫予定のキャベツはイネ科で覆土をしています。検証の方は検証で、バーミキュライト、それからクムタン、そして、イネニカという3つ同じ条件で、種まきしてますので、あと2週間ぐらいしたら結果が出るでしょう。多分イネニカの圧勝だと思います。ということで、今日は、キャベツの補助から殺虫殺菌
虫剤使わな。もうこれ穴だらけですもんね。これ綺麗になります。あのリーフガードっていう薬剤は、まあ、7日間収穫できないんですけど、玉がこう巻きかけてる、まあ、この辺ですね、これぐらいの時に、振ってやると、まあ、蝶々が飛んできても、卵を産んでも幼虫が帰りません。でもしも幼虫がついていたとしたら、幼虫が死滅しますので、びっくりするぐらい綺麗なキャベツが出来上がります。楽しみにしとってください。これで大体ほぼキャベツに関しては収穫まで、あと1回追肥するかな。前回この真ん中行きましたので、今度は側面からあと1回10日後ぐらい追肥をした方がいいかもしれません。まあ、ちょっと、生育状況を見ながら、それはやっていくということです。今日はキャベツの消毒ということで見ていただきました。もし今日の動画気に入っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いします。いいキャベツができますよ。楽しみにしてください。それでは次回まで。さよなら。